皆様こんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ランドクルーザー55、56型を解説します。55、56型って、どんなランクルだったっけ？おそらく多少車に詳しい方でも、ランドクルーザー55、56型と聞いて、すぐに形が思い浮かぶ方は少ないかと思われます。しかし、現在の乗用車としてのランドクルーザーの基礎を作ったモデルが55、56型なのです。ほほう。今回は、そんな隠れた名車である、ランドクルーザー55、56型を解説します。ランドクルーザーの歴史が始まったばかりの1960年代。当時モデルチェンジしたばかりの40系が、好調な輸出を記録していた。そうだったな。ボディの長さ、形状や、ドアの枚数にバリエーションを持たせることで様々なニーズに対応したことから、元来の丈夫さと合わせて評価され、オーストラリアや東南アジアでも販売を伸ばしていった。しかし、個人向けステーションワゴンとしてのシェアを獲得することが、課題とされていたのね。なるほど、業務用だけだと販売台数は限られるもんな。一応20系の頃から FJ35V、40系では FJ45V というフォードアステーションワゴンは存在した。これらも好評だったんだよな。そう。でも、やはりまだまだ業務用の車という雰囲気が色濃く残っていたので、改良を施すことになったのね。ターゲットは、レジャー目的に四輪駆動車を求める北米のファミリー層。ターゲットからわかる通り、これまでの貨物車ではなく、初めから乗用車として開発されたのね。それで、ここからステーションワゴン系のランドクルーザーが派生することになったんだな。外観は乗用車であることが意識されているわ。ヘッドライト周りの造形が、独特な雰囲気を醸し出しているな。これは北米でムース、ヘラジカとあだ名されることになるんだけど、55、56型で一番の特徴よね。40系では、実用性を形にしたようなデザインだったけど、55、56型では、デザインのためのデザインという造形をしている箇所もあるよな。そうね。これはランドクルーザーシリーズでは初めて、工業デザイナーを起用してデザインが行われたことに起因していると思うわ。え、それまでエクステリアデザインを担当する人って、いなかったのか？実は、40系までのボディデザインは、開発部門の設計者が図面を引いていたのね。そうだったのか。で、満を持して55、56型では、工業デザイナーによるデザインが行われたんだけど、現場経験がない若手デザイナーだったために、ボディのパネル割りにまずい部分があり、生産開始後も、ライン上でハンマーを使っての修正が必要になるなど、品質が安定するまでには時間がかかったようね。この時代に手作業で修正が必要だったとは。40系までは現場の生産技術を考慮してデザインを決めていたそうなんだけど、55、56型では北米でのステーションワゴンとしてあるべき姿を優先したためにこういうことが起きてしまったとのこと。なるほど。角度の強いエッジや複雑な曲面を多用したボディは生産技術のスタッフを困らせたのね。その結果が唯一無二のデザインなんだな。後ろ姿はこんな感じ。テールゲートは観音開きか上下開きの2種類が選べたわ。テールランプ周りもプレスラインが入っていて、複雑な造形をしているな。内装はこんな感じ。デザインは、40系から比べると幾分か近代化されている。北米の安全基準を満たすためにソフトパッドを多用しているのも、乗用車らしい雰囲気に貢献しているわね。コラムシフトのせいか、ダッシュボード周りは非常にスッキリしているな。ちなみに55、56型のブレーキは4輪ドラムで、ブレーキブースターはオプション。それどころか、ラジオやシガーライター、ヒーターやウィンドウウォッシャーまでもがオプション設定だったとのことよ。今じゃ当たり前の装備なのに。後年にはこれらは標準装備となり、クーラーのオプションも選べるようになったのだけど、最後までパワーステアリングは装備されなかったようね。質実剛健といったところかな。乗り手を選びそうだけど。次に駆動系なんだけど、パワートレイン、ドライブトレインは、40系と全く同じとなっているわ。ふむふむ。エンジンは、F 型ガソリンエンジン。
これは直列6気筒 OHV3878cc で、125馬力のものね。ランドクルーザーシリーズでは、おなじみのエンジンだな。組み合わされるトランスミッションは、3速マニュアルのコラムシフトが標準。オプションで、フロアシフトの3速か4速が選べたわ。ちなみに、1速はノンシンクロとなっている。トランスファーは2段で、ギア伝達のオフセット式ね。このあたりは、一般的な黒缶四駆の装備という感じだな。ちなみにトランスファーは、パワーテイクオフの仕様を考慮したもので、ニュートラルポジション付きね。ウインチとかに使うんだな。さて、ランドクルーザー55型の発売は、1967年。それまでの FJ45V の、後継車種としての登場ね。冒頭でも話していたけど、40系のフォードアモデルを独立させた感じなんだな。そう。これによって、40系はヘビーデューティーな業務用車両、55、56型は乗用車という住み分けになったわ。ところでさ、今までのランドクルーザーは〇〇系って呼んでいたのに、なんで55、56は、系じゃなくて型と呼んでいるんだ？それは他のモデルとは違い、FJ50 という型式の車が存在しないからね。実は55、56型には、当初2ドアモデルも検討されていた。しかし、40系との競合や、生産能力を考慮した結果、没になったのね。もし2ドアモデルが出ていれば、型式は FJ50 となっていたはず。そうなのか。そして55、56型は、大きな変更が1度だけ行われたわ。そのタイミングで、55型から56型になったのね。なるほど。2種類の型式しかないんだな。その型式変更も、エンジン変更による日本国内の認証の都合で、世界的には55型1種類であると言えるわね。50番台のランドクルーザーは、実質1種類だけなんだな。ちょっと乱暴な言い方だけど、そうなるわね。ちなみに大きな変更は1度だけと言ったけど、細かい改良は何度か実施されているわ。ほほう。まず、発売2年後の1969年には、エンジンの最高出力が130馬力に向上。それからステアリングギアの変更、バックランプの大型化、エンジンの無煙化を経つつ、1975年のエンジン変更を迎えるわ。このタイミングで56型になったんだな。そう。排気ガス規制に適合させるため、すべてのモデルのエンジンが 2F 型、4230cc に変更された。これにより最高出力は140馬力となり、コラムシフト、3速マニュアルが廃止されて、トランスミッションはフロアシフトの4速マニュアルのみとなったわ。そしてエンジンが変わった都合上、日本国内では型式が FJ56V となった。他には何か変わったのか？駆動系の他には、フロントドアの三角窓が廃止、ウィンカーの形状が変更され、ウィンカーとクリアランスランプを分離。それからクーラーのオプションが選べるようになったわ。1977年にはテールランプが縦長になり、取り付け位置がボディカブに移動。この時点で発売から10年か。当時の乗用車は、今よりもずっと進化のスピードが速かったし、モデルチェンジのサイクルも短かったから。いかにランドクルーザーといえど、そろそろフルモデルチェンジかな？そうね。1979年にはエンジンの改良を行い、翌1980年に60系へとモデルチェンジされるわ。ここまでが55、56型発売後の一連の流れね。13年間の歴史があったんだな。その割には、影が薄いのはなんでだろう？一番の理由は、当初の計画通り生産台数のほとんどが輸出されたからだと思うわ。日本国内では業務用としての納入がほとんどで、個人ユーザー向けの販売は振るわなかったのね。55、56型は価格帯も高価で、小型車枠を超えていたこと、ディーゼルエンジンがなかったことがネックになったと言われているわ。同時期には、小型車規格に収まる BJ40 があったし、個人ユーザーはそっちに集中したんだな。そうね。北米での個人ユーザーをターゲットにしたものの、日本では40系が個人ユーザー向け、55、56型は業務用、という住み分けになったことも、55、56型の影が薄い理由だと思うわ。そういえば、55、
56型は消防車で見た記憶があるな。国内向けの販売は振るわなかったにもかかわらず、トヨタは55、56型に最後までディーゼルエンジンを搭載せず、ガソリンエンジンのみを貫いた。このあたりに55、56型を乗用車としてポジショニングする姿勢が見受けられ、特に海外では、乗用車としてのランドクルーザーの地位を築くに至ったわ。後継の60系、その後の80系、100系と続く、成功の礎となったのね。トヨタの目論みは成功したのか。そんなわけで、日本国内では影が薄い55、56型の認知度が上がれば幸いです。皆様、今回の解説はいかがだったでしょうか。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンやコメントをいただけると嬉しいです。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。